はい、どうも。YouTube 卓球教室をご覧の皆さん、こんにちは。コーチのケンケンです。先日全日本選手権が行われましたね。いやー、いろいろとびっくりしました。男子は及川選手、女子は石川選手が優勝しました。男子の準優勝の森薗選手、惜しかったですね。僕すごく応援してたんですよね。僕が現役の頃、広島の原田工業という日本リーグに所属してたんですが、7年間ぐらい東京の日寸時計さんで練習に参加させてもらってたんです。その時によく来てたのが少年の森薗政孝選手でした。よく試合とかしましたね。懐かしいな。惜しくも準優勝だったけど頑張りました。本当にお疲れ様でした。それでは本題に入ります。先日10年以上指導している、加藤美優さんがツイッターでこの YouTube チャンネルを宣伝してくれました。美優ありがとう。登録者増えるといいですね。それではせっかく加藤選手に宣伝してもらったんで、今日は魔球少女加藤選手の得意とする強烈なスピンのかけ方についてやっていきたいと思います。それでは今日の流れはこちら。1、回転がかかる仕組み。2、回転がかけられない人の共通点。3、上級編でやっていきたいと思います。それでは第1に回転がかかる仕組みについて解説します。結論から先に言いましょう。回転をかけるには肘回し来る先に先タッチです。え、どういうこと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 、うん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 。視聴者さんとモン吉くんの頭の上にハテナマークが見えます。この肘回しぐるん先で先タッチを解説していきます。回転をかけるためには先タッチの動きが必要です。というのは一番最初の動画、卓球の本質を理解しようで解説したと思います。面タッチと先タッチがわからない方はぜひ卓球の本質を見てくださいね。そもそも先タッチってボールのラケットの刃先で打ちに行く感覚なので、こう当てにくいですよね。大事なのはラケットの刃先でボールの皮を剥く感覚なんです。では具体的にどうするのか、ズバリ肘回しぐるんです。これが動くとツッツキ、サーブ、チキータ、ミュータ等の回転がかけられます。では肘回しぐるんの動きはどこの筋肉使ってるか分かります？はい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 、はい、モン吉くん、この辺だな。ブブーン、外れ。そんな、正解はこの背中の中にあるこのインナーマッスル、これをローテーターカフと言います。そんなのわかんないよ。わかんないよね。今まで質問した人の中でわかった方は誰もいなかったかな。卓球で大切な動きなのに、どこの筋肉を使って動かすのか知らないで打ってる人って結構多いと思うんだよね。感覚で切るフィーリングをつかめる人はいいけど、つかめない人はどこを動かすかを頭で理解した方が覚えやすいと思うんだ。ただこの筋肉って一つ癖があって、肩のこの三角筋っていうんだけど、ここがガチガチに緊張してると動かなくなっちゃうんだよね。だから切るのが苦手な人は肩が大体こうやって過緊張している人が多いんだ。だから切るにはまず肩の緊張を解かないとダメなんだ。チェック、肩の力を抜いて肘回しくる。手首のこの動きも重要なんだ。シェイクの場合には手首の動き、このクイックイッ、尺骨も肘回しぐるん
と同時に使います。ペンホルダーの場合は手首の動き、この小屈肘回しぐるっと同時に使います。ただし手首を使うときに後ろに大きくバックスイングを引かないように、できるだけバックスイングを引かないところから前にクイックイッ、ペンの場合はこの状態からパタパタと使えるようにしましょう。それでは打ってみましょう。バックスイングは極力少なく肘回しの動きを小さく動かしています。ただしグリップは最初の力が抜けていて打つ瞬間に握り込むイメージです。次はペンホルダーですが、シェイクと同様で肘回しぐるんです。後ろの中指と薬指の支えがしっかりしてないと強く振った時安定しません。強く瞬間的に振った時ラケットがぶれないように中指と薬指でしっかり支えてください。今度は線タッチを矯正する練習方法です。どうしても面タッチになってしまう人はバックならフォアサイド、フォアならバックサイドに立って肘を固定して曲げ伸ばしできないようにすると肘回しぐるんの感覚が出てきます。肘回しぐるんの感覚でタッチできるようになったら少しずつストロークを短くしていきましょう。お、切れてますね。第2に回転がかけられない人の共通点を説明します。つっつきが苦手、回転をかけるのが苦手な人のほとんどは面タッチになっているからなんです。つっつきの場合だったら前にこう追いかけたくなって腕を伸ばしきって面タッチでバーンとボールを押しちゃう、もしくは肩を使って面タッチでバーンと打っちゃうことですね。つっつきにスピードを出す場合には腕の曲げ伸ばしをこう使ってつっつきをすることはよくあることなんだけど、腕の伸ばしで切るとちょっとのタッチの違いで線タッチが面タッチになって浮かしちゃうんです。剣木流のつっつきは肘回し、このぐるんを小さく使って切ります。僕が教えている加藤選手はこの才能がずば抜けていました。肩の力みがなくて肘を回す動きがすごくいい。試合で発揮するためにはどんな場面でも肩の緊張を解いて肘を回す感覚がないとダメなんです。でも言うほど簡単じゃないですよね。緊張してたら肩にこうやって力が入っちゃいます。だから常に肩の力を抜く意識を持ちましょう。これは前腕の曲げ伸ばしの面タッチですね。これは手首パタパタの面タッチですね。こりゃひどい。肘回しぐるんの線タッチは分かったけど先って言ってなかった？何先って？もうきちくん、よく覚えてたね。先っていうのはね、ラケットの先、ここ先に当てることなんだよ。この先に当てる感覚があるともっと切れるんだ。それは難しいよ。こんな先っちょに当てれるなんて。そうだよね、難しいよね。止まってるボールならまだしも動いてるボールに対して先で捉えるってすごく難しいよね。その感覚を使うのは訓練しかないんだ。その感覚があるから加藤選手は日本代表なんだ。ラケットの先で捉える練習を小さい頃からものすごく練習したんだ。この感覚を覚えたらどんなに飛ぶラケットでも回転をかけるのは自由自在だよ。先でタッチするだけでもボールは飛んでいかず低く短く返球できます。ラケットの中心は飛ぶようにできていて中心を外すと吸い付いてボールは止まります。まずはここを目指しましょう。肘回しぐるん先で線タッチができるようになるとストップが切れるようになります。
肘回しぐるん先で線タッチを極限に短くしている感じです。これもグリップは脱力してタッチの瞬間に握り込む感じです。お、ちゃんと先で捉えてますね。シェイクでも同様に先で捉えて瞬間グリップをキュッと握るようにしましょう。こちらは応用編でラケットの先で捉えたサービスです。このように先で捉えるとボールがラケットから反発しなくなり回転がかかります。技術によって当てる場所が違うんですね。どうでしたか？今回の動画は視聴者の方からのコメントでツッツキを解説してほしいとご要望をいただいたので、加藤選手が得意とするツッツキ、回転を操るをテーマでお送りしました。皆さんも気軽にコメントしてきてくださいね。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。Thank you.